三島小窓大正三年は、明治時代の浮世絵師、日本画家、菊池要塞の門人。本名は、三島守、通称は雄之助。小窓、小僧、小郎とゴース。江戸神田田町に生まれ、北新堀町二十一番地に住んでいた。はじめは史上派の日本画を学んだ後、菊池要塞に指示、その自由活発な指導のもと、画技を磨いており、人物が、 課長がにひい出ていた。明治初期、一時工芸品の下絵や西木絵新聞や雑誌、単行本の挿絵などを描いていたが、次第に頭角を表し、明治17年の第二海内国会が共振会に出品した人物、課長が入選を果たし、ついで翌明治18年の漢画会第一回大会では、スタなどを発表し、美術評論カフェのロサに激賞されている。さらに、 明治19年には、漢画会第2回大会に、絞流を出品し、賞状を得ている。人物が、山水が、花長画のいずれにも秀で、渡辺昌廷や松本風子と並ぶ要塞門下の、俊足として、関東画壇にその名を轟かせたが、展覧会が流行するに従って、出展活動を控えるようになり、明治30年代以降はもっぱら単行本の挿絵を描いた。 明治40年の国外抑制解決制に参画し、評議員に就任。また、御所の造営に際して、各天井の画を手掛け、好評を博した。晩年は難画に傾倒した。大正3年に、下役車坂町で死去。弟子に、安田衝道がいる。ありがとうございます。